さあ今日はウェイトローズにやってきました。ウェイトローズはあのイギリス王室御用達の高級スーパーです。まあ日本でいうところの成城石井みたいな感じですかね。あの並んでいるものもオーガニック食品ですとかいいものが多いですし、まあ、客層もちょっとね落ち着いた客層です。さあそれではマスクをして行ってみましょう。すごい。でっか。これはほうれん草ですね。ちょうど夕方で安売りされてます。物はね、いいんで、買っていきましょうかね。はあ、ははあ。このスープとかに使えるんじゃないですかね。やはりウェイトローズならではの特別な商品をちょっと買っていきましょうか。特にイギリスは日本と比べてキノコが安いんですよね。でこれ見てください、契約農家のサインが入ってますね。安心な商品です。これをご覧ください、キッパー。これはですね、イギリスでよくあの朝食とかに食べられる、まあ、イメージ的には日本の干物みたいなもんですかね、まあ、それがちょっとスモークされている、魚の魚ですね。これ非常に美味しいんですよ、はい、特にあの鮮魚とかシーフードコーナーは毎週金曜日に安売りをします。トラウト、レインボー、虹が好きだね、トラウト。ここだね、これね。で安くなってますね。2.39 や99ペースになってますね。チーズも安くなってますね。試しにこの間に何か入ってるやつ、ブランドのね。イギリスといえば紅茶ですよね。その紅茶のお供に美味しいクッキーどうでしょうか。特にこのダッチーというブランドはあの王室が管理している、まあ、特にチャールズかな、ウェールズ公がなんか管理している、マネージメントしている、オーガニックのブランドです。ウェイトローズのオーガニックブランドダッチーと、じゃあ一つセレクトしてみましょうか。あ、ショートブレッドなんだ。へー、ジンジャービスケットね。なんか種類がね、いろいろありますね。ジンジャー、生姜が入ってるんだ。これチョコですよね。あとこれご覧ください。ショートブレッドは有名なんですけど、まああのカロリーメイトみたいな形してるのが多いですが、これもショートブレッドなんですよ。でこれもオーガニックの材料で作られているアイランドベーカリー。これすごい美味しいです。ただね、あの普通のショートブレッドの2倍ぐらいの値段するんでね、こだわりのお菓子求めたい人はおすすめです。さあ次は紅茶です。やっぱイギリスといえば紅茶ですよね。その中でもまあ有名なのは
フォートナムメイソンとかトワイニングは有名ですけども、これご覧ください。ティーピックス、これがねすごい美味しいらしいんですよ。紅茶の専門店で働いてる人もこれはちょっと違うねって言うんですよね。これのアールグレー、これをちょっとじゃあねセレクトしてみましょうか。15パック入ってますけどね、1ポンド安くなってて、1.15 安くなって3ポンドですか。ああちょっと行ってみましょうか。これはもうね、そのまま茶葉がそのまま入ってるやつですけど、7ポンドとかね、上質な、ほらまたダッチーのオーガニックアールグレー、これはお求めやすい2ポンド、やっぱね上質でこだわりたい人がやはり、来るスーパー、それがウェイトローズです。皆さんティーケーキってご存知ですか？これね、ティーケーキ、これ何かっていうと中にチョコレートコーティングされてるんですけども、その中にふわふわのねクリームっていうかマシュマロみたいなの入ってて、下がね底がビスケットになってるんですよ。イギリスの伝統的なお菓子なんでしょうね。なんか1897年って書いてますけどね。こんなです。最後にチョコレートですけども、これがイギリスの有名チョコブランドプレスタットですね。まあこういったいい商品お土産で、空港で買うよりもはるかに求めやすくありますので、ぜひこだわりの商品をウェイトローズで買いましょう。